皆さんこんにちは、斉藤マステルと申します。今回はですね、モッド生物のポストスクスをテイムしていこうかなと思っております。で、ポストスクスは、三畳紀後期の北米に生息していた大型の爬虫類で、見た目はね、一見するとワニみたいやねんけど、後ろ足が結構発達してて、なんか若干恐竜みたいな雰囲気も感じるような、ワニと恐竜の境目みたいな生き物なんよな。まあなんで今回はですね、そんなポストスクスをテイムして、最後にですね、その見た目をじっくり観察しながら性能も確かめていけたらなと思っております。それでは早速やっていきましょう。ということで早速ちょっとポストスクスをテイムしに行きましょうか。ポストスクスはね、なんとね、テイム方法、卵盗みらしいんですよね。なんかその辺にポストスクスがいて、で、同時に、そいつの卵も、なんか近くに湧くようになってて、それを卵盗んで、で、持ち帰って、なんかワイバーンのように、卵孵化させてテイムするっていう。なんかそんな感じらしい。っていう。結構ね、なんかその辺で卵盗むって、まあまあ変わってるよな。なんかちゃんと専用の巣が用意されてるわけじゃなくて、マジでなんか、その辺に出てるらしいから、ちょっと探しに行こうか。あ、ちょっと待って。これか？あ、これちゃうの？うわー来た！うわーちょっと待って、あー待って、あー親が来た、あー助けて助けて、ちょっと待って、やばい強い、やばいやばい、あーちょっと待って、やばい逃げな、逃げなあかん、やばちょっと待って、これでかこいつ、うわーちょっと待って、死んでまう、死んでまう、おっと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 、こいつやこいつ、こいつちょっと待って、レベル180って書いてない、やばちょっと待って、水に逃げよう、水に、水に逃げたらなんとか、なんとかならんか。あーしょ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 、遅い遅い、あいつワニ、ワニっぽいくせに、泳ぎ遅いわ、あーぶねーあーぶねー、よっしゃ、あーやばい、サルコ来た、サルコ、うわー来てる、あーちょっと待ってくれ、あー捕まった、あーあっ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 、ちょ、溶け、お前、溶け、なんとか、なんとか、処理できたけど。どの辺やったっけ？この辺やったな、確か。うわ、ちょっと待って、卵の近くに、めっちゃなんかいろいろいる。うわ、めっちゃいる。いっぱいおんねんけど、なんか。あ、ちゃう、こっち行ったら、ポストスクスいるから、もっとなんか、もっと安全なとこに逃げよう。やべ、安全なとこなんてあるのか、ここに。果たして安全なところなど、あるのだろうか。ああ、なんだこいつ、やるわ、ここ危険すぎる、難しすぎる、なんか下にはサソリと、ああ、ちょっと待って、後ろから来た、ああ落とされた、ああちょっと待って、ああもう一匹ずつ処理していくしかないな、これ、あら、あら、これで全部か、周りにはあ、モロクぐらいしかいい品のちゃうか、よし、今なら取れるぞ、取って逃げよう、さあこれがポストスクスの卵、じゃあ取るぞ、さあ取って、あ、どこ行った、あーちょっと乗らして、さあ逃げろ、さあ来てるかな、ポストは来てなさそうかな、まあ、結構遠かったもんな。っしゃ、こんまま逃げ切ったる。後ろは追ってきてないかな。よっしゃ、よーし。ポストスクス、レベル180の卵、盗んできました。よっしゃ、やった。180やって、めちゃくちゃ高いな。おっしゃ、ほんじゃちょっとこいつ、帰って、ちょっと一回孵化させてみよう。さあ、ではね、拠点まで帰ってきたので、早速、さっき取ったポストスクスの卵、ちょっとね、孵化させてみましょうか。さあ、どんな赤ちゃんが生まれるんでしょうか。お、生まれたね。レベル180のポストスクス。さあ、こっちへ来い。お、早いぞ。赤ちゃんのくせに、まあまあ早い。
これやって。あ、かわいい。かわいいな。なんか顔はちょっと、顔は多分な、親が多分結構いかつんやろな。まあまあいかつめの顔はしてそうな感じがするけど、そのままなんかちっちゃくて。あー、かわいい。めちゃくちゃかわいいな。なんか、尻尾の方とかさ。これよ。短。太。あー、これはかわいいな。これがポストスクスの赤ちゃんでございます。さあ、こっちへ来い。うん。ついてくんのかわいいな。よし。ほんじゃあ、まあ、この赤ちゃんの姿は観察できたので、まあ、こいつが大きくなるまで待って、で、大きくなってからの見た目も観察しつつ、その後ちょっとね、精度も確かめていきましょうか。ということで、大人の姿になりました、と言いたいとこやねんけど、忘れてたのがさ、このポストスクス、群れボーナスあるらしくてさ、だからちょっと動画外で、あと1、2、3、4、5、6体取って、で、群れボーナスがね、プラス5までつきました。やばくない？レベル180でプラス5の群れボーナスがつく生き物、多分とんでもない性能してるぞ、これは。まあ、とりあえずまずはね、ちょっと見た目を観察していこう。見た目がね、こんな感じ。これ。めちゃくちゃかっこいいな。なんだこれは。まあやっぱり恐竜みたいな雰囲気あるよな。やっぱこの後ろ足がさ、結構発達してるから、恐竜みたいな雰囲気はあるけど、でもなんかちょっと恐竜じゃないというか、まあやっぱワニっぽいというか。ほんと尻尾がこんな感じ。これ、ワニっぽいな、だいぶ。なんかこの上から見たら、だいぶ、それこそ俺が乗ってたカプロスクスっぽい感じはあるんやけど、全体のフォルム見たら、ちょっと恐竜っぽいっていう、なんとも不思議な生き物やな。いや、この顔つきがなかなか、なかなかかっこいいな。めちゃくちゃかっこいいな、これ。こんな感じ。が、計7体取ってきたと。で、群れボーナスはプラス5までついた。まあなんかこの卵を集めるときに、まあ同じところで取ったんやけど、やっぱ同じところで取ったからか、レベル180が多かったな。だから多分ね、卵の湧き方で言うと、ワイバーみたいに一緒に出てくるパターンじゃなくて、ロックドレイクみたいな、放置してたら、なんか、そいつの卵どんどん産んでいくよっていう、なんかそういう形式じゃないかな、こいつは多分。だからまあ、高レベルのポストスクスを見たら、まあとりあえず放置しておいて、で、卵ができたらまた取って帰ると。なんかそういう感じでやるのが良さそう。ちなみにね、こいつ、座ることもできるんですよね。レイダウン。これ。かわいいな、なんかな。座らしたらなかなかかわいい。で、ゲットアップで立つこともできるという感じ。よっしゃ、見た目も観察できたし、早速ちょっと乗っていきましょうか。ステータスが、体力が3240で、メレーが455。で、重量は656か。まあまあ、そこそこやな。卵盗みの割にはすげえステータスが高いってわけじゃないけど、ただこの群れボーナスがあるから。これ多分だいぶ強いぞ。さあ、行こうか。まず走りは、このスピード。 あ、結構速い。まあなんか野生下で見てたけど、めちゃくちゃ速かったもんな、追いかけてくんの。お、すげえ。速え。なかなか速えぞ。なんか、右上に謎のマークあるけど、何あの、チーズみたいなマーク。何あれ。何かわからへんけど、なんか、マークついてんな。まあ、リーダーのマークもついてるけど。ダメージどれぐらい出るんでしょうか。お！強い！ 442 ダメージ。これは強いぞ。あとなんか技あるかな。
なんか噛みつきながら手も攻撃してんのかな、これ。そう。噛みつき。手をちょっと動かしながら噛みつき。おっと。531ダメージ。なんかこの手動かしながらの攻撃531ダメージ入ってるやん。めちゃくちゃ強いやんけ。あとは？あ、吠えた。おお！あ、群れ特有の一緒に吠えてくれるやつやん。あ、なんかバフ効果みたいな入ってるな。これバフ効果どうやら入るみたいやな。叫びに。この数字が消えたらまた吠えれんのかな。あ、ちゃんと吠えるのにも普通に効果があるんや。強い。ちょっと待って。めちゃくちゃ強いな。なんやこれ。めっちゃステータス上がってない。うわ、600ダメージ。ダイヤこれ。めちゃくちゃ強いやないか。よし。ほんじゃ最後にね、こいつらが一体どれぐらい強いんやっていうことで、あそこにね、ちょっとアルファレックスレベル90用意いたしました。ちょっとこいつと戦ってみようかな。どうやろうな。多分勝てると思うけど、さっき体力見た感じ6万ぐらいあったから、なんとも言えん感じではあるけど、全員一応サドルつけたから多分大丈夫やと思う。よし。ほんじゃ戦っていきましょうか。バトルスタート。行くぜ。行け。戦え。ほら、行け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 。殴れ。さあ、見せてやれ。俺たちの実力。あ、あれ吠えてなかった。そう、吠えろ。吠えたらさらに上がるはず。このダメージ。このダメージ量よ。さあ、行け。落とせ。ああ、一匹やられた。ああ、レベル50や。レベル50のやつはな、おったからな、ちょっと弱いからな。ただ、もう相手も、もうフラフラなはず。よし。オッケー。しゃあ。まあ、ちょっとレベル50っていうちょっと低めの奴らは、ちょっとさすがになくなってしまったけど、レベル180のこいつら生き残ったね。いや、めちゃくちゃ強いな、ポストスクス。ということで、いかがだったでしょうか？今回こちらのポストスクス、テイムして、実際にね、ちょっとどれぐらい強いんやっていうことで、今ちょっとアルファレックスと戦ってみたんですけども、いやー、バケモン。めちゃくちゃ強いな。ほんで、またテイム方法が、卵盗みっていうのが面白いよな。まあ、なんかワイバーンとか、マグマサルスとか、ああいうのと違って、ちょっと気軽にできる卵盗みっていうか。まあ、感覚的に言ったら、デイノニクスに近いのかな。っていう、まあ、テイム方法で、しかもね、この強さ、群れボーナスがあって、ほんで、あのダメージ量。いや、これはすごいね。で、しかも見た目もさ、なんかワニと恐竜の中間みたいな見た目してて、これもまたなんか独特な見た目してて、しかもかっこいいよな、これ。いや、これはまあ、毎回まあ思うんやけどさ、公式実装してほしいっていうのは思うんやけど、こいつはね、なんか特にちょっと公式実装してほしいなって思うぐらい良かったわ。これは最高やわ、ポストスクス。ということで今回はこの辺で終わっていきたいと思います。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。またね。